バディガイ。バディガイ、バディガイ、1936年7月30日隊は、アメリカ合衆国ルイジアナ州、レッツワース出身のブルースギタリスト、シンガー。本名は、ジョージガイ。1958年のデビューから、シカゴのシーンで活躍し、今や、シカゴブルースの第一人者的存在となった。テンションの高いギタープレイは、 ロックファンにも幅広く受け入れられており、最も成功したブルースミュージシャンの一人である、女性ラッパーとして活動している、ショーナ、本名、ラショーナガイは娘。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は第30位、2011年の改訂版では第23位、2005年にロックの伝道入りを果たした。 1950年代に、ルイジアナ・シューバ・トン・ルージュで、地元のミュージシャン、ビッグ・パパ・ティリーのバンドで活動していたバディは、シカゴのチェスレコードと契約すべく、ラジオ局ワクサックの DJ だった、レイ・メドーズの協力を得て、1957年に2曲のデモレコーディングをする。翌1958年、シカゴへ移住。しかしながら、 地図には送ったはずのデモテープは届いていなかったことを知った。同年、オーティスラッシュの紹介で、コブラレコードと契約。参加のアーティスティックレコードからシングルシット、アンドクライ B、W、トライツークイッドユーベビーでデビューを果たす。このセッションでは、バディは歌のみで、ギターはオーティスラッシュが弾いた。1959年にコブラレコードが倒産すると、彼は、 晴れて、チェスと契約する。チェスの初セッションは1960年。同レーベルには1967年まで在籍し、ファーストタイム、アイメットザブルースをはじめ、彼の個性が開花した名作を多く残した。1960年12月16日に行われた2度目のセッションには、後のパートナーとなるジュニアウェルズも参加していい。逆に1965年には、バディは、 ジュニアのアルバムフールーマンブルースのセッションに参加した。チェス時代は、自らの作品だけでなく、マディウォーターズ、ハウリンウルフラチェスの大物たちとのセッションもこなした。チェスとの契約が終了するとバディは1968年、バンガードレコードと契約。同年、アルバム A マンザ・ブルースをリリースする。同レーベルでは、計3枚のアルバムを制作した。一方、 1960年代後半からジュニア・ウェルズとデュオでの活動もするようになった。両名義の作品としてはバディザ・ジュニアーズ、1969年、バディ・ガイアンド・ジュニア、ウェルズ・プレイ・ザ・ブルース、1972年などがある。後者にはエリック・クラプトンやジェイ・ガイルズ・バンドも参加した。1975年3月には第2回ブルースフェスティバル出演のため、 デューオーで来日。バンドには、バディの弟で、ギタリストのフィルガイも加わった。1970年代、バディはこのほか、JSP、ブラックブルーなどからアルバムを発表した。しかしながら1980年代に入ると、活動の場は減ってしまう。1987年に、ジャパンブルースカーニバル出演のため、再び、ジュニアと共に来日を果たしているが、 本格的な活動を再開するのは1990年代に入ってからのことだった。また、1989年にはシカゴでブルースクラブを開店し、この店は後に死によってベストブルースクラブに選ばれるほどの名所となっていく。1991年、シルバートーンからダムライト、I've Got the Blues をリリースする。このアルバムは、 前年に亡くなったスティービー・レイボーンに捧げられた曲も収録され、ジェフ・ベック、エリック・クラプトン、マーク・ノッ・プラートンが参加したことも手伝って、ロックファンからも注目を集めた。このアルバムは、グラミー賞最優秀コンテンポラリー、ブルースアルバム賞を受賞し、イゴ・バディの人気は急上昇し、世界各地のフェスティバルなどでも引っ張りだこになる。日本にも、ブルース・カーニバルをはじめ、 たびたびツアーで訪れるようになった。2006年7月には、ウドオミュージックフェスティバルへの出演もしている。2006年、ローリングストーンズが行った、ビーコンシアターでの事前コンサートのライブに、ゲスト出演し、マディ・ウォーターズの、シャンペンリーファーを演奏した。この模様は、ストーンズのライブアルバム、シャイン・アライト、およびマーティン・スコセッシュ監督による、映画、ザ・ ローリングストーンズ・シャイニア・ライトにも収録されている。2008年、デレクト・ラックス、スーザン・テデスキ、エリック・クラプトン、ロバート・ランドルフラをゲストに迎えたアルバムスキン・ディープを発表した。77歳の誕生日を迎えた2013年7月30日には、エアロ・スミスのメンバー3人や、キット・ロックらがゲスト参加したアルバムリズムブルースをリリースし、 全米27位のヒットを記録した。続く2015年のアルバムボーンツ2プレイギターには、ビリー・ニ・ボンズ、ダブル・ゼータ・トップ、キム・ウィルソン、ファビュラス・サンダーバーズ、ジョス・ストーン、バン・モリソンがゲスト参加した。2018年6月には、ジェフ・ベック、キース・リチャーズ、ミック・ジャガー、ジェームス・ベイをゲストに迎えた約3年ぶりの新作ザ、ブルース・イス・アライブ・アンド・ウェルを発表した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。